議第4号防衛政策大転換の説明責任と徹底審議を求める意見書に対して市民の声、鶴岡を代表し賛成の立場で討論いたします。昨年12月16日の安保3文書の閣議決定から市民社会は大きく動いています。日弁連をはじめ弁護士、法律家の団体をはじめ各種団体が反対、撤回を表明しておられ、安保関連法に反対する学者の会は1万4516人の学者、研究者が賛同しておられます。いくつかの有識者の発言を紹介したいと思います。岩波書店世界2月号には前内閣法制局長官坂田正弘さんの憲法9条の詩、これは防衛政策の大転換にとどまるものではない、ほとんどの国民が気づかぬうちに75年間日本が守ってきた平和主義を廃棄するものだという見出しの論文が掲載されました。憲法9条が掲げた平和主義は2015年に成立したいわゆる安全保障法制によってすでに既得状態に陥っていたが、今般の国家安全保障戦略の改定によっていよいよ最後を迎えるに至った。誕生から75年、憲法9条がその歴史的な使命を終えてその姿を消そうとしている。安保法制が施行される までは自衛隊と他国の軍隊との最大の違いは集団的自衛権の行使など国際法上許容されるものであっても海外での武力行使をしないということであり、これこそが我が国の専守防衛の真髄と呼べるものであった。この大きな柱をなくした後、憲法9条がなお法規範として保っているとすれば、自衛隊が攻撃的兵器を持たない、つまり盾に徹するという一点においてでしかなかった。新たな防衛戦略に基づいて自衛隊が十分な反撃能力を備えるに至れば、憲法9条は残されたこの最後の規範性をも失い、法規範としては価値のないものになってしまう。5年後の2027年度には防衛関連予算を対 GDP 比 2% にまで増額するとし、我が国は米国、中国に次いで世界第3の軍事大国になる。高度のスタンドオフ防衛能力と有数の規模を持つ自衛隊について陸海空軍その他の戦力ではないと誰が説明できるだろうか。この十分な抑止力が周辺国の脅威にならないとは言い切れない。我が国が憲法9条に基づく特別の平和主義国家とみなされる余地はほとんど残るまい。今回の国家安全保障戦略の改定によって憲法9条第2項は私文と化し、9条の規範性はほぼなくなることになる。もしも憲法9条の平和主義が時代にそぐわず、もはや戦力足らざる自衛隊では国を守ることが難しくなったと考えるならば、正面からそのことを訴え国民の決意と覚悟を求めるのが政治の王道である。憲法の規定に反する立法や施策を積み重ね、国民の誤信に乗じて国の形を変えてしまう昨今の政治、法治国家の名を汚すものと言わざるを得ないと断じられております。私も全く同感であります。坂田さんは新聞のインタビュー記事でも、国会を見ていても重大な憲法問題であるという根本的な議論がされていないと投げかけれておられました。防衛ジャーナリストの半田茂さんは、敵基地攻撃能力の保有が先制攻撃となり、日本から攻撃を受けた相手国の反撃によって日本が破壊的被害を受けかねない問題を指摘しておられます。また防衛費増の要因は米国製兵器の爆買いにあり、必要性が疑問視されるイージス・アショア、米軍が廃棄を決めた旧型を3機629億円で購入したグローバルホーク、事故続きのオスプレイ17機3600億円など、ガラクタに大金をつぎ込んでいると指摘しておられます。またタレントのタモリさんが昨年12月28日のテレビ番組の徹子の部屋で、新しい戦前になるんじゃないですかねと警鐘を鳴らしたことにも触れ、
この新しい戦前に向かって日本は爆進していると論じられております。来年度からの5年間で43兆円もの防衛費について、海上自衛隊の香田洋二元自衛官隊司令官は、今回の計画からは現場の匂いがしません。本当に日本を守るために現場が最も必要で有効なものを積み上げたものだろうか、身の丈を超えていると思えてなりませんと懸念を表明されておられます。先日3月1日国会で杉本議員の質問がありました。トマホーク400発2200億円の使い方について、現状では艦隊1の能力しかないものに対し、防衛大臣が艦艇を撃てるような発言をし、防衛省が使い道がわからないまま買うことを決めたのではないかという疑いが生じております。また存立危機事態対応での敵基地攻撃、それをアメリカと一緒にトマホークを撃つということに対して、岸田総理は何ら否定をしておりませんでした。これも恐ろしいことであります。とにかく聞いていて答弁が支離滅裂であり、国民としてこんな答弁でごまかされてはならないと強く感じた次第であります。元自民党宏池会河野洋平元衆議院議長は TBS 報道特集でこのようにお話しされています。70年前に日本は決心したんじゃないかと尊い犠牲を強いた上で今の繁栄がある、決してあの過ちは繰り返しませんと何十年も言い続けてきて、この結果がこの政策転換というのはありえないと思っています。政策の転換は安倍政治だ、安倍政治というのは大変問題があった、全体の流れを先に作ってしまうこの手法は議会制民主主義と手法としてはちょっと違うのではないかと私は思います。しかしそうであっても変化をさせようとするならもっともっとやるべきことがたくさんあったんじゃないか、少なくとも国会で議論をする、あるいはもっと言えばこれをテーマに国会を解散して総選挙で国民に信を問うというぐらい重要な問題だと思いますね。戦後最大と言ってもいいかもわからない国の性格を変えるという意味で、それをやるだけの信念というか、それだけの深い考えがあったのでしょうか。中国については安保関連3文書に深刻な懸念事項などとしておりますが、中国とは話し合う必要がある、その努力をどれだけしたのか、外交関係でこの問題をテーブルに乗せて真剣に議論したことはあるか、私はそういう情報を聞いていない。現状の倍の国防力の負担を国民にさせようという状況なら、それだけその前に外交的努力が行われたのか問われなければならないと思う。またウクライナ戦争後世界の軍拡が広がる中で日本のあるべき姿を問われると、反撃能力というのは明らかに武力による威嚇、武力を予算化しようとしている、これはどう説明をなさるのか。政治や外交の努力を抜きにしてただ壁だけ立てていく、そして壁の隙間から鉄砲で相手を狙うというのは私は安全だとは思わない。日本の歴史的な事情反省に基づいて、日本の置かれている立場を考えて、日本という国がやれる範囲、やれるべきこと、やるべきこと、やってはいけないこと、もう少しはっきりさせるべきではないでしょうか。戦わないために何をするかということを深刻に考えるべきだと述べておられました。安保3文書の閣議決定、また世界第3位の軍事大国になる軍拡予算について、元内閣法制局長官の見解を踏まえれば、防衛政策の大転換にとどまらず、戦後憲法9条の下で75年築き上げてきた平和主義国家から軍事国家への大転換という実態なのであります。現状の政府の説明は全く不足であり、国民を騙しているとしか思えません。国会も通さずに閣議決定で決められる案件ではありません。まずは撤回すべきであると考えます。そしてしっかりと十分に国民に説明した上で徹底した国会審議が必要だということはもちろんであり、この意見書の概念そのものでありますが賛同します。そして私は河野元衆議院議長が言及しているように、解散総選挙で信を問うべき重大な案件であることを付け加えたいと思います。戦後75年続いた
平和主義国家から軍事国家に舵を切る岸田自公政権は、解散総選挙で国民の信を問え、改めてお伝えをしたいと思います。また先ほどもありましたが、この案件は市民の命と財産に関わる問題である、地方議会の意見書になじまないとする見解はそれこそ論外であることを付け加え、賛成の討論といたします。次に反対の討論を許します。次に採決します。ただいま議題となっております議会第4問については、原案の通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立少数であります。よって議会第4問については否決されました。